主義夫勝手に応援チャンネル、どうぞ。はい、というわけで今回も勝手に選手名鑑、はい、今回紹介する選手は武田選手です。はい、武田選手ですね。はい、はい、まあかの有名な、はいはい、スマイフト2のファンの方、ファンの方FC クスの選手ですよねまあでもそっちでもしかしたら有名な可能性あるからね。アウトデラックス出てましたよね。出てた、そうだね。そうで、スマイフト2が好きすぎる、サッカー選手みたいな感じで、はいはいはい、だから認知度もしかしたら一番高いかもしれない。いや、そうなんですよね、うん、マジで好きだもんね、たまに。いや、マジガチです。ガチ勢、ガチジャニオタ、俺ヤシ族ってやつですよ。あのキスマイフット2のねファンのことをプロフィールにも書いてますからね。なんで、サッカー選手になっていなかったら何をしていましたかって。俺ヤシ族って今もでしょ やってんじゃんって変わんないんだよね。サッカー選手やっててもやってっから、そう、専任になるっていうだけだからねそうそう、ただ人気がだってすごいでしょ。あーチームの中でさ、うん、あのポンちゃんがね、そうそう、はい、言ってた言ってた。で以前ゲストで来てくれたよっちゃんも、はい、女性、実際にこちらの女性に調べた結果、独自の調査の結果、武田選手がいいと。いいと。やっぱ女性人気あるんですよ。ジェフのユースだったらしいです。ジェフ。ああ、はい、千葉ね。うん。はい、ジェフのユース。へー。ジェフユナイテッド市原ユースって書いてあるか。あの昔の千葉になる前。昔の千葉になる前。ああ、はい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 。市原のチーム。リトバルスキー、ジョー・ショージがいた時のね。そうそうそう。今、ジェフ今一人。リトバルスキー、ジョー、ショージ。あ、今一人3人じゃなくて、リトバルスキーとジョーとショージがいるんじゃなくて、いや、違う、リトバルスキー、ジョー、ショージですよね、うん、1人リトバルスキー、ジョー、ショージ連呼するのやめてお前が感じたそのままでいいんだって、お前のそのパッションでいいんだよ。じゃあ3人だよ、俺の中で2人ですよややこしいんだよリトバルスキーってやるドイツのね、サッカー選手、うん、そう、ドイツ代表のサッカー選手と、うん、ジョー、ショージ。あ、ジョー、ショージ。ジョー、ショージ、元日本代表、日本人なんだ。そうです、ジョー・ショージ。白って書いてジョー。あ、白のジョーか。はいはいはい。あの、J-O-E のジョーじゃないんだ。あ、違う違う違う。違う違う。辰吉の方じゃない。そで、そのジェフのユースから、うん、ファジアーノ岡山っていうね、ジェフのチームに入って、はい、そこで、多分9年、10年やって、うん、2018年から岐阜に来たっていう選手らしいです。はい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 。2018年からなんだ。なんかもっと前から、ね、なんかいるんじゃねえかみたいなね、生え抜き感があります、うんうん、でも馴染んでるっていうことですね。だからそれだけ人気がすごいってことだよね、きっとね、うんうん、でファジアーノ岡山といえばキャンプでは無人島から脱出するっていうキャンプをやってる、はいはい、サバイバルの、そうだから去年プロフィールに無人島には行きたくないって書いてたっていうトラウマね。そう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 、そう何があったのってなったけど、そういうことだったんですね。すごいよね、ファジアーノのそのキャンプ ね、そう珍しすぎますよね。やってること自衛隊だからね関係ないもんね、サッカーねやっぱハングリー精神を養うためにみたいな、うん、あ、ちょっとこれ今初めて知ったんですけど、はい、ジェフのトップチームに昇格するんですよ、武田選手、うんうん、はい、でそれと同時に慶応義塾大学総合政策学部に進学してたらしいんですよ。慶応、はい、これは普通に学力でいったらしい。すごっ、頭いいんだみたいですよ。トップチームに入るかのが決まるより大学合格の方が早かったって書いてある。へえ、ちょっと意外ですね。そう、失礼だけどねそんなアスリートとしてはね、まあ確かに、うん、でまあまあ一番有名なのがキスマイのファンっていうやつじゃないですか。うん、うん、まあそうだね。推しが北山くん、はいはい、あで、あのキスマイブサイクって番組やったじゃないですか、うん、いろんなシチュエーションでキスマイのメンバーが演じて、うん、まあ、視聴者の声で突っ込んでするみたいな、うん、あれでハマったらしいです。へえ、ジャニオタとしてのインタビューは結構あります。サイゾーとかからサッカー情報あんま出てこないんだよな。そう、なんか FC 岐阜武田忠選手に聞く、うん、ジャニーズアイドルの魅力みたいなだからもう1回遠くから入ってんだよな。ジャニーズ評論家ってこと？もうそうですね。ちょ、好きとかならわかるけどガチだから。でこれもうプロフィールがすごいんですよ、武田選手は。例えばまあまあ好きな歌手はキスマイ一つじゃないですか。それはもちろんね、もちろんね。でマイブーム、うん、キスマイオールナイトニッポン P の聴取、うん、ラジオを聞いてる。聴取っていうのが頭いいですよね聞くことっていうもんね。聞くことですよ、うん、で、好きな笑い芸人、お
好きなお笑い芸人、宮沢直樹っていう、ご存知ですか？新喜劇？宮沢直樹っていうのは、キスマイの宮田くんが半沢直樹に似てるからっていうので演じてるキャラクターがあるんですよ。なるほどね。これが宮沢直樹。芸人じゃないし。で、自分の好きな体の部位は、惑わせるその唇って書いてある。で、これはキスマイの曲に出てくるフレーズ。なるほどね。かけてんだ。はい。好きな映画やハマってるドラマ。まあ、でもキスマイのあれじゃない、なんか出てる。そう。オーマイボス恋は別冊で。ちょっと昔玉森くんが出てたドラマ。主題歌キスマイ一つみたいな。なるほどね。あれじゃないんだ、信長のシェフじゃねえんだ。出てたっけ？あ、玉森くん出てたやつ。タイムスリップしちゃうやつ。それ信長のシェフ情報でしょ。武田とはし情報じゃないでしょ。好きな女性タレント芸能人に、でもそれもだからキスマイに絡んでくるってことでしょ。そう、これ多分絡んでるんですよこれ。なんかだからキスマイの誰かの彼女として報道された人、うん、それは一番触れないとこだろ。女装してるあれとかじゃないの。ね、これはまあ推測になっちゃうんですけど、うん、舞子って書いてあるんですよ。まぶきさとしさんの奥さんの女優、うん、舞子なんですけど、うん、あのキスマイブサイクに出てくる女役の人ってキスマイコって名前なんですよ。確か。なるほどね。あ、そっちだろ。それだろって俺は思ってますね。そっちだな、多分かけてるもんな。絶対そうなんですよ、うん、いやーでもあっちかもよ。誰？あの元ゾーンの舞子かもよ。わかんないんだよな。アルファベットの、うん、いそうだけど舞子みたいな。最近の悩み、うん、何ですか？バクテリアを生で見たい。悩みなのかどうか。それは、え、それは何？歌詞？じゃなきゃやばいだろ。逆にね。逆に。そんなんで悩んでるか。いや、頭いいって言うからさ、なんかそういうなんか研究熱心な部分もあんのかなみたいな。もう肉眼で見れるように。そうそうそう。いや、歌詞であってくれせめて。これは。はい。藤ヶ谷くんと北山くんが組んでるユニットの歌に、うん、そのバクテリアっていう歌があるらしいんです。はい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 。だからそれを生で見たい。多分そういうこと。なるほどね。あっちじゃなくて顕微鏡を使ってガチで見たいじゃなくて、その歌を多分見たいんじゃないかな。なるほどね。というように、まあ言い方はあれですけど、うん、くどい。言い方悪いね。全部かけてるんでしょ、多分ほぼ全部かかってますね。恐ろしい。好き、仲いい選手はとか以外多分、うん、だからキスマイのファンも楽しめるプロフィールにしてるってことだよね、うん、ああ確かにキスマイの人だったら、あ、これこういうことだねって。多分そう、お礼が分かんないけど、うん、キスマイ好きな人が見たら多分ああはいはいはいってなるやつがまだあるみたいな。へえ、すごいね。でもそういう意味で言ったらエンターテインメントだね。まあだからどこで慶応義塾の知性使ってんのかって話。記憶力とかね。記憶力とか。まあ、ほぼキスマイ情報でした。ほぼキスマイ。そう、そう、これあるある、武田あるあるなんですけど、うん、武田選手のことを調べるとキスマイに詳しくなるっていう。武田選手それ狙いの可能性あるから。いや、そう、本当布教活動の可能性がありますからね、うん、だからまんまとやられてますよ。やっぱ知性をそこに使ってるってことなんだ。まんまとハマってますで、あとラジオやってるんですよね、武田さん。うん、FM 岐阜で、はいはい、あの女性のタレントの方と一緒、うんうんうん、毎週、はい、でそこになんか毎週岐阜の選手呼んでトークしてるらしく、うんうん、でこれをぜひ聞いてほしいとおっしゃってます。はいはい、はい、ぜひ FM 岐阜の、はい、我々はタイムフリーがないと聞けない。エリアフリーがないと、ね、聞けないです。あ、岐阜に住んでる方はもう聞ける。そうですね、もう無料で。だからいつか呼んでほしいですよね。確かに確かに FM 岐阜でちょっと喋ってみたいよね。呼べると呼んでくれないのかな。FM 岐阜だって久世さんもよくやってますから。そうそう、久世さんがね。あ、なんか好きなサッカー選手のところに北山宏光って書いてあるんですよ。それは、俺サッカー詳しくないけど、はい、北山さん、北山くんはいますよね。はい、北山くんはサッカーをやってたんですよ。なるほど。あ、そうだ、やってた、やってたわ。じゃあ嘘にならないんだ。嘘にならないっていうか。あ、しかも北山君って堀越高校にサッカー推薦で入ってるらしいんですよ、うん、え、堀越にサッカー推薦で。珍しくないですかこのパターン。確かに堀越にサッカー推薦で入って芸能界に入るっていう、一般のあれだったのかな北山君って。なんですかね。いやだからまんまとやられてるわ。どんどんキスマイ情報、キスマイが気になってくる。めっちゃしゃべる。堀越って強いからね。あ、強いの堀越。強い。へえ、選手権とか出てるし。ああ、もっと言えばまだたくさんありますけど、うん、
本当にやられてるよ、うん、キスマイ勝手に応援チャンネルになっちゃうまあ今日はこの辺で、まあそうですね、まあだからもしキスマイファンの方がいたら FC 岐阜もちょっとだけ見てくださいよと。ああキスマイを愛してる選手がいるから、そうそうそう、応援してよと。そう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 、仲間をね、うん、そういうことね。はい、そういうこと。FC 岐阜の人がキスマイ見てよじゃなくて、荒田選手はそう思ってるかもしれない、うん、見てもいいけどまあこっちはね、あの、まあ、応援していくんで一緒にねサポーター増やしていきたいんで、はい、ぜひぜひお願いします。はい、はい、というわけで以上 FC 岐阜勝手に応援チャンネルでした。どうもありがとうございました。